平成25年台風第11号は2013年8月に発生しフィリピンや中国などに被害をもたらした台風である。進路図2013年8月10日にフィリピンの東で台風11号が発生しアジア名、ウトアと命名された。命名国はアメリカでマーシャル語で気象用語のスコールラインを意味する。また、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ラブヨと命名した。台風は、その後精神し、8月12日に、ルソン島北部のアウロラ州付近に上陸した。ルソン島を通過後は一旦は、南シナ海に抜けて、同海域を北上し、香港と中国南部に接近。その後現地時間の15時50分に、中国南部の日。 子に再上陸した。フィリピン北部では、この台風により地滑りや洪水などの被害がもたらされた。台風による地滑りで、アウロラ州の沿岸の町は孤立状態となった。また、停電や通信網の寸断が起こり、北、カマリネス州とカタンドゥアネス州の漁船の乗組員9人が行方不明となった。フィリピン全体では、台風により少なくとも6人が死亡したという。 また香港では危険度10段階評価の8段階レベルの警戒警報が発令されたほか、香港沖では台風の影響で全長190メートルの貨物船が沈没した。香港の都市機能の大部分は一時停止したという。台風上陸前には中国南部で15万8000人以上が避難した。この台風による死者数は合計で97人に達した。 この台風のアジア名である、ウトアは、この台風限りで、使用中止となり、自順からは、バリジャットというアジア名が使用されることになった。さらに、この台風のフィリピン名である、ラブヨも、同様にこの台風限りで、使用中止となり、自順からは、ラニーというフィリピン名が使用されることになった。ありがとうございます。